うわー、疲れたー。バレたなー。バレたなー。ちなみに、あ、ちょっと、まずいですよ。当たり前だから。そうだよ。ねえな。あ、そうよ。ダメじゃねえよ。だけど見せてやるよ。ほら、見ろよ、見ろよ。ほら。あ、やめてくれ。なんだよ。ちょ、いいっすか？だけど夜行きましょうね。これよし、じゃあぶち込んでやるぜ。あ、じゃあ削るね。嬉しいだろ。あ、乗れや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 。どうも皆さん、こんにちは。プリーダーの島です。今回はアライズ RC シャープ2開催したいと思います。期間は2月20日から2週間、3月5日までとさせていただきます。まずプレイヤーの説明です。マルチ COD ベストクリップを5つまでと、指定タグで撮ったユーズクリップのみを提出してください。ユーズの基準は自分で決めてください。クリップを1つの動画にまとめてクランチャンネルの PM に提出、提出する動画の題名にはシャープアライズ 1KRC を使用してください。トリックショッターに関してはこちらから見てボムかノーセットかが分かるよう動画内か概要欄内に表記してください。今回のタグは A1K です。大文字小文字は問いません。次はデザイナーの説明です。提出にはハッシュタグシャープアライズ 1KDRC を使用してください。アライズをテーマとした作品を2つ以上制作し、制作した作品とポートの URL をハッシュタグとともに Twitter に投稿してください。使用する素材画像の著作権等には気をつけてください。次はエディターです。アップロードした作品の題名には、シャープアライズ 1KERC を使用してください。概要欄で配布しているクリップ内の4クリップ以上を使用し制作。自分だけのエフェクトを使用し、クリエイティブな作品を作ってください。以上で説明は終わりです。プレイヤーは BO3 や BO2 を除いた過去作で積極的に活動できる方、デザイナー、エディターは誰かの真似ではない自分らしさのある方をどんどん採用していきます。今回はどの部門も概ね採用するつもりです。皆さんのレスポンスお待ちしております。